TikTok えー、らい伸びたっていう <laughs> もう100万再生いく勢いになっとるからねあれね動画伸びると機嫌いいんですよ本当に。に動画伸びんかったらもう普通にリスナーぶっ飛ばしてるからね普通に言葉の暴力で機嫌 <laughs> いいんですけどねまあ一気に機嫌が悪くなる話が実はあるんですよなんで俺が悪いのっていう話なんですけどこちらの僕の YouTube ライブ見たらわかると思うけどもね 人気ゲーム実況 YouTuber チャンネル登録205万人超えがリーダーのグループのヨッピーとかいうね、なんかヨッシーのパクレみたいなやつがですね、あのー、なんか同じようなことしてたんですよ、とある方と。ね、あの、婚約者がいるにもかかわらず、まあ、不倫をしていたというね、話をして、まあ、この方、脱退になったんですよ。で、ニュースになってるんですよ。なんと それがですね、これこれのせいだ、みたいな。全部。全部これこれとか言うのが悪い、みたいな。で、この一応言うと、このね、赤髪ンクラフトのメンバーのよっぴ。これ赤髪ンクラフトって何かっていうとね、ま、ああの、ガキ向けのゲーム、マインクラフトあるでしょで、マインクラフト見てるあの、やつなんて、もうこれは統計出てんだけど、あの、小学生とか中学生なんよ、基本。バカな。もう出てんの、これアンケートでね。 ま、アンケート結果でしか出てないけど、アンケートでは、マインクラフトもや、もう、小学生、中学生大好きなの、マインクラフトね。だから、そういうファンが多いそうなんですよ。で、小学生、中学生がね、ごちゃごちゃ俺のせいにしてんのよ。これこれのせいでヨッピーが抜けたとか、いちいちそんなこと言ってんじゃねえとか言って。これどうもみんな、ほんと俺のせいなの。ね。俺のせいか、ほんまに。ほんでね、まあ、その、小中学生が言うのはわかるよ。ガキだからさ、頭悪いかもしょうがないやろ。なんとね、 小持ちの主婦まで俺のことごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ言ってるんですよ。<laughs> で、これに関してはもう本当に許さないから晒します。これに関しては。もう絶対許さない。だって、子供じゃないんやから。もう子供やったらまあ最悪許してもええと思っとったやん、俺は。子供やからな。アホガキやから。にもかかわらずですね、なんと、大人のね、方がですね、はい、こちら、これこれとかいう害虫で歯を消えてほしい。これ何これ これ何これ外虫デブって誰のこと言ってんのこれ。はい、これ侮辱罪ね、これね。はい、このクソババアあ、まあババア <laughs> 俺より若いけど、俺あの気に入らねえ女の子と全員ババアって言うから、あの別に年齢のこと言ってないんだよね。皆さん気にしないこのババアこれどういうことこれ。この方。マジで。どういうことなのこの方は。本当に何。何何俺が何したっつんだよ本当に。こいつにさ。 こいつに何をしたって言うの僕が。僕みたいな善良な一般市民が <laughs>。ねえ。何をしたって言うんだよ。本当に。あれ、おかしいな。なんか自撮りのね、写真上げてたんだけどな。他にも。な、消えてるな。まあ一応、俺あの、もうちゃんとこいつ絶対さらすって決めてたから。あの、悪いけど、もうあの、一応スクショ撮っとるからな、もうすでに。あ、これね。もう絶対さらすって決めてたから。 なんだこの美女とかで自分でさ、これやってばかじゃねえのお前どこが美女いい感じしろ、アホ。おい、外虫デブだって俺が。おい、じゃお前何なんだよお前外虫お前ご、ご、外中以下じゃねえか、お前なんか。キングオブ外虫がさ、人に外虫とか言ってんじゃねえよ、ほんとに。大体俺何も君にしてないのに、なんで君にこんなこと言われなきゃいけないのほんとに、この10代とかやつ。しょうもね、インポコどっこいしょだって。サム、 ささ、寒、外中、寒、明日、病院変えるべって何、何体の調子悪いのそうやって人にね、何もしてない人に外中出ると言えばが当たるんだよ、本当に。マジで。なあ。どういうつもりなんだって、本当に。みんな、どうゲームさ、いやいや、もうゲームスタートっていうか、もうゲーム終わって、もうフィニッシュだこれ。もう絶対許さないから、これもう謝罪ないと、もう本当に許しません、これに関しては。で、俺悪いことしないでしょ、これ。この人。これ誰かの知り合いないのこの人の。 ありえないでしょこんなこと言われて。これこれとかいう害虫で早く消えてほしい。これひどくないえ、なんでいいね増えてるのいい、良くないよねこのツイート。なんでいいねが増えてるの良くないよねいいツイートだけいいねするんだよねなんで増えてるのいや、リツイートとかが増えて、こいつ最低だとか言うんだったらわかるんですよ。なんでいいねが増えてるのかなこれひどくないしかもハッシュタグこれこれとか使ってね。わざわざ。悪質極まりないです、これ。 俺もう腹渡りにえくり返ってもう、やばいです、本当に。どうにかしてください、この人のこと。<laughs> はぁ、すっきりした <laughs>。も言われたら言い返すからね、本当に。マジで。なもうすっきりしました、皆さん。うん、やっぱね、言い返さないと気が済まないよね。半沢直樹だってさ、倍返しだとか言ってたでしょ俺も倍返しなんだよ。おい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 こら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 。 デブのリスナーがうるせえから鍵にせ、おい、こら、こら、こら、謝罪なく逆切れですか謝罪もなく、これ。こら、こら、こら、どうなってるこれ、まじありえないな、本当に。これもあの、こいつのフォロワー全員にちょっと言ってくれ、もうほに。これ、どういう教育してんだ、おめえがフォローしてる、こいつは。つって。<laughs> ありえないでしょ。ちょっと、フォロワー全員に言ってきてくれ。んあー。これ、これ、ごめんねーって。 ああ、もうこのテンション、あの、ごめんねじゃないから、あのこれこれさん申し訳ございませんでしたでしょ。何がごめんねごめんねだよ。芸人かお前は。許されんからね、普通に。ごめんねじゃないです。これこれさん申し訳ございませんでした。あとよく言うなら、外虫デブは私でしただなうん、それぐらいは言わんと。